フリーザとの死闘を制した孫悟空。しかし無情にもナメック星は爆発し、悟空の姿はいずこかへと消えた。地球に移動したナメック星人たちやベジータはしばらくの間ブルマの家に住むことになった。わずかな時間だけ蘇った最長老は再び寿命の終わりを迎え、皆が見守る中安らかな眠りについた。新たに決まった最長老ムーリによってナメック星の一年である130日後、ついにナメック星のドラゴンボールは復活する。一度の願いで一人ずつではあるが、何度でも死んだものを生き返らせることができるというナメック星のドラゴンボール。そのドラゴンボールを使って悟空とクリリンを復活させようとした時、新たな事実が分かった。なんと悟空は生きており自力で帰ってくるというのだ。消滅したナメック星で生き返らぬよう、一つ目の願いでクリリンの魂を地球に呼び、二つ目の願いでクリリンが復活した。そして悟空の代わりに先にヤムチャが復活した。大喜びするご飯たち。そして再び130日後にドラゴンボールが使えるようになり、一つ目の願いでチャオズが、二つ目の願いで天津飯が復活した。最後の三つ目の願いでナメック星人たちは新たな星へと移っていった。彼らのドラゴンボールとともに。おっす、オラ悟空。なんだって、フリーザが生きてた？しかも奴は父ちゃんと一緒に地球に近づいてるって。オラのいねえ間に地球で悪さするつもりか？お前の好きにはさせない、フリーザ。ん？おめえは。次回ドラゴンボール Z、 戦慄の人造人間、未来をかけた大激闘。絶対遊んでくれよな。ごはんちゃん、勉強は進んでるだか？どうかな。ナメック星に行ってる間、結局あんまり勉強さできなかったみてえだし、遅れた分を取り戻さねえと。でも、ちょっと詰め込みすぎちゃって、頭がパンクしちゃいそうだよ。しょうがねえな。まあ気分転換も必要かもしんねえし、ちょっとくらいなら息抜きに出かけてもいいべ。それじゃ、ちょっと出かけてくるね。あまり遅くなるでねえぞ、ごはんちゃん。やっ。はい。いえ。ございます。それじゃやってみよっと。
大きいなあ、ブルマさんの家。なんとか終わった。
さんにはいつも心配かけちゃってるな。ご飯ちゃん、気分転換はできただか？よし、じゃあしっかり勉強して、悟空さが帰ってきたとき驚かせてやんねえとな。うん、そうだね。早く帰ってこないかな、お父さん。